マックス・ザスロフスキーはニューヨーク州ブルックリン出身の元バスケットボール選手。出身大学はセント・ジョーンズ大学。NBA の最初期に活躍し、得点王にも輝いた経歴を持つ。ユダヤ系アメリカ人。ザスロフスキーはロシア移民の子として生まれ、ブルックリン・ブラウンズビルのユダヤ人居住区で育った。少年時代は近所のプレイグラウンドに通い詰め、 毎日5から6時間のバスケット付けの日々を過ごした。高校はトーマス・ジェファーソン高校に進学し、そこでバスケット選手として注目を集めるようになるが、高校卒業後は兵役につき、第二次世界大戦中の2年間を海軍で過ごした。除隊後はセント・ジョーンズ大学に進学し、最初のシーズンには平均7.8得点、通算百四十得点を記録し、 チームの主要な得点源の一人として活躍した。ザスロフスキーが大学でプレーしていた頃、アメリカのバスケットボール界に初の本格的なプロバスケットリーグバーが誕生した。当時結婚したばかりのザスロフスキーは、家計を支えるためにも大学を1年で中退し、この生まれたばかりのリーグに参加することを決意した。シカゴスタックズに入団したザスロフスキーは1年目から、 チームのリーディングスコアラーとして活躍し、シーズン通算877得点は、リーグ4位の成績を残して、オール NBA ファーストチームに選出された。ザスロフスキーに、チック・ハルベルとミッキー・ローター擁する、スタックズは、チックトップの39勝を挙げ、プレーオフも勝ち抜いて、ファイナルに進出するが、フィラデルフィア・ウォリアーズに4勝1敗で敗れ、惜しくも、 初代 NBA チャンピオンの栄誉に輝くことはでいなかった。翌シーズンにはそのシーズン唯一の通算1000得点超えとなる1007得点を記録し得点王に輝くとザスルフスキーは以後3シーズン連続1000得点以上を達成するリーグを代表するスコアラーとなり、またオール NBA ファーストチームにも4年連続で選出されるリーグ屈指の実力者となった。 ザスロフスキー個人は順調にキャリアを重ねる一方で、チームはファイナルに進出して、以降は中堅チームの座に落ち着いてしまい、以後目だった成果を上げることはできず、そしてついには1949から50シーズンを最後にチーム解散の浮き目にあった。スタックズの選手のうち3選手は、ニューヨークニックス、ボストンセルティックス、ウォリアーズの3チームによるくじ引きで移籍先が、 決定されることになり、この3チームにとって最大の目玉はザフロスキーであり、セルティックスの伝説的なヘッドコーチ、レッドアワーバックもぜひともザフロスキーを欲したが、ザフロスキーを手に入れる幸運に恵まれたのはニックスだった。ちなみにこの時セルティックスがしぶしぶ受け入れたのがボブクージーだった。故郷ニューヨークに戻ったザスロフスキーだが、スタックズとは チーム事情が異なるニックスでは、チームメイトのハリー・ヤラキンらと得点機会を分け合った。ためザスロフスキーの成績は後退したが、ザスロフスキーが入団したそのシーズンからニックスは3年連続ファイナルに進出するなど、最初の黄金期を迎えた。ザスロフスキー個人も1952年のオールスターに初選出されている。しかし、悲願の優勝は叶わず、 三回連続ファイナル敗退となった1952から53シーズンを最後にザスロフスキーはニックスを去りボルティモア・ブレッツに移籍した1953から54シーズンをブレッツで迎えたザスロフスキーだがここでもチーム解散の浮き目にあいブレッツから放出されたザスロフスキーはミルウォーキーホークスに移籍した後さらにホートウェイン・ピストンズに移籍した ピストンズでは、中心選手のジョージ・ヤードリーや、ラリー・ファウストらのサポート役に回り、平均11.2得点を記録。チームは、ザスロフスキーが合流したこの年、一気にファイナルに進出したが、シラキュース・ナショナルズに敗れた。翌1955から56シーズンの、ザスロフスキーの成績は初めて平均得点が2桁を割り込み、 ザスロフスキーは旧試合をプレイした時点で現役から引退した。ザスロフスキーは得点を1回、1949から50シーズンにはフリースロー成功率84.3%を記録しリーグ1位に輝くなど正確なシュートを武器に得点を稼いだスコアラーでありリーグを代表するガードだった。プロキャリアは7990得点であり、 彼が引退した1956年の時点で通算7900得点を突破したリーグ3番目の選手だった。また彼は所属するチームの先々でチームをファイナルに導いており、シーズン途中で移籍したブレッツ、ホークスを除いては全チームをファイナルに進出させ、彼のキャリア10年の中でファイナル進出は5回を誇るが、ついに優勝とは縁がなかった。 またザスルフスキーは、ユダヤ人、バスケットボール選手の中で最も偉大な人物の一人と評されており、国際ユダヤ人スポーツの伝道と、ニューヨークスポーツ伝道にそれぞれ伝道入りしている。1967年から、ニューヨークネッツで2シーズン指揮を取ったが、通算成績は53勝103敗と振るわなかった。 b-a-s-k-e-t-b-a-l-l-r-e f-e-r-e-n-c-e dot com ハット b-a-s-k-e-t-b-a-l-l-l-r-e f-e-r-e-n-c-e com ありがとうございます。